よ、帰ってきたんだね。旅はどう？俺にも君が経験してきたことを話してくれよ。心配しないでくれ。俺の適応力は高いんだぞ。それに俺はここの配置をとても気に入っている。例えば入り口にあるまん丸い鳥とか。そうそう、壺の精霊丸って、え、キツネ紳士、妖里、天狗の伝説はどれも聞いたことがあるけど、壺の精霊は初めて聞いた。面白い。じゃあその壺の妖、あ、いや壺の精霊は君が捕まえてきたのかな。妖怪じゃないとなると、まさかその丸様は尊崇すべき地位のある魔人なのか。俺あの方の毛を触っちゃったよ。終わりだ。